ヤフオクジャンク品から発掘した大金、中を開けてみたらまさかの金塊。いや、砂金のようなキラキラした何かが詰まってたんです。顕微鏡で見るとまるで金のナゲット。発掘した黄金を溶かしてインゴットにして自作の鍛造金貨を作ってみよう。今日はそんな動画です。ジャンクな動画を最後まで見てね。どうも、ジャンク鉱山ラボです。これは以前4キロ超えのジャンクスクラップを買った時に入ってたネクタイピンなんだけど、一見すると金メッキの普通のタイピンだ。だけどよく見ると中に小さな粒が入っていて、まるで金塊や砂金みたいなんだよね。本日の激アツ企画 Today's Mission C. タイピンから金塊を取り出して検証 E. 溶かしてインゴット化。さあ、インゴットを材料に金貨を自作。以上の3点です。金塊の取り出しには時計工具の裏蓋外しこじ開けを使います。この工具は先端が薄くとても使いやすいので、本来の用途である時計の電池交換以外でもよく使ってるんだ。ちなみにこれより安い海外メーカーの商品が通販サイトでよく売っているんだけど、断然こっちの方がおすすめだ。先端の加工精度が全然違うんだよね。では早速タイピンについている時計の風貌のようなパーツを取り外そう。隙間に先端を入れてこじるとすぐ取り外すことができたね。どうだい？もう見た感じから何か良さそうだよね。まるで自然から取り出した金塊や砂金のようなんだよね。まずはこれをしっかり検証していくね。顕微鏡拡大検査。拡大して観察することで何かしらの特徴がつかめるはずだ。ああ、なんかこれすごいね。隕石みたいなね。黄金のナゲットを貼って検査突破だ。隕石とテスターによる検査。こっちが本命だ。テスターをつけて削り跡が消えなければセーフ。一体どうなんだ。これらの小さな粒は金である可能性が非常に高いことが検査によって証明された。じゃあ今度はこれらの小さな粒を溶かしてインゴットを作るぜ。簡単に必要な道具を紹介していくね。基本的にはホームセンターで入手可能なものばかりだが、ハニカムブロックやチョコサラなどは通販サイトで入手した。 Amazon などのサイトで入手できるほか、彫金工具専門のサイトが品揃え豊富だ。金を溶かすには金の融点およそ1064度以上の火力が必要になるが、パワートーチなら1500度から1700度までの火炎温度に対応している。あと、本来火を使うので、消火器必須なのだが、ジャンク鉱山ラボは、トイレの隣にあり、水回りにとても近いので、水道水で対応し、緊急時は、お風呂から水をぶっかける想定だ。このチョコ皿は、注ぎ口がないので、少しでも溶けた菌を流しやすくするため、あらかじめ角度をつけておきたい。この真鍮のナットを挟んで、少し角度をつけておこう。小さな粒をチョコ皿に入れて、なるべく寄せておき、粒が溶けた時に、それぞれがくっつきやすくしておこう。ガスバーナーで加熱、溶かして、溶けたものを明け方に流して、インゴットにする作業だ。まずは、火の玉状になるまで、じっくり加熱する。どうだ、しっかり溶けたかな。あれ、うまく溶けないね。お皿にくっついちゃったよ。うまく溶けない理由として、ガスの残量が少なくて、ガス圧が低下して、火力不足になっていることと、加熱中に酸化皮膜を形成し、溶解を妨げている、などが考えられる。なので、放射を入れて、ガスボンベを真鍮に交換してから、再度チャレンジだ。さあ、今度は、どうだ？ガスボンベは、新品に交換したし、放射も入れた。できることは全部やったんだ。さあ、黄金の玉を見せてくれ。当たった！きたー。大当たり。いやー、綺麗な金の玉みたいな。インゴットができてよかったね。今度はインゴットを金貨に加工するんだけど、その前にちょっとだけやることがあるんだ。金のインゴットをハンマーで叩いて加工していくんだけど、その時に万力についているアンビルを活用するんだ。うちにあるこの万力はもう10年くらいのものだから、ご覧の通りもう錆びている。このままだと、錆や傷が、インゴットについてしまうので、ヤスリで削って、きれいにならす必要があるんだ。はじめに、600番で磨いたんだけど、結局うまくいかなかったので、120番、240番、600番、1000番の順で、磨き直したんだよね。この番号は、ヤスリの目の粗さで、数字が小さいものが粗く、大きいものが細かくなっている。順番に磨いていくことで、綺麗に仕上がるんだ。まあ、はっきり言って、この作業が一番時間かかってるわ。本日、最後のミッションだ。インゴットを材料に、金貨を叩いて加工、成形してくぜ。これは、地味で、単純な作業の連続だが、それでいて、精密さを求められる、根気のいる作業だ。うまくポイント上に加工できたね。次は、鋼で土目模様をつけて、伝統工芸風に仕上げる作業だ。これは、さらに精密さを求められる、難しい作業だ。小さな鋼を、少しずつずらしながら、ハンマーで叩いていく。今度は反対側だ。一体何回叩いているのか、叩いてる本人にもわからないんだぜ。あと少しで完成だ。Mission complete。 いやー、自作金貨、やっと完成したね。なんか、古代の金貨みたいなのができた。気になる重さは、何グラムかな。重さが最終的な価値に直結するからね。重さは 0.12g でした。では、自作金貨の評価額を考えてみよう。本日の24金スクラップ、買取金額がおよそ 16,000 円。正確な日にはわからないけど、多分24金でいけると思うので、本日の 1g の価格 ×0.12。自作金貨の評価額は1920円です。結構時間がかかったけど、やりがいも十分にあったので、この結果には満足しています。ちなみに、今回の自作した金貨は少量なので、売却せずに取っておいて、少しずつ貯めていく予定です。その辺も今後の動画に反映させていこうと思っているので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。あと、一応念のために言っておくけど、経験上、この砂金みたいなやつは、似たようなもので、銅にメッキをした、修学旅行のお土産のキーホルダーみたいなやつがあるからね。絶対全部金だ、なんてことはないので、注意が必要です。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。